DNA、黒タンパク質複合体 DNA とヒストンの相互作用。ヒストンの塩基性アミノ酸が DNA の酸性リン酸基に結合する。ラムダリプレッサーヘリックスターンヘリックス転写因子は標的 DNA に結合する。制限酵素、移行部と基質 DNA の複合体、DNA 結合タンパク質とは DNA 結合ドメインを有するタンパク質である。 したがって、一本様たは二本腐り DNA に対して、特異的、または、非特異的な親和性を有する。配列特異的 DNA 結合タンパク質は、一般に、塩基体を識別する、肝脳元が、比較的、多い BDNA の主孔と、相互作用する。一方で、ネトルプシン、ジスタマイシン、ヘキスト33258、ペンタミジン、 ラピなどの DNA 含みぞ結合リガンドもいくつか知られている。タンパク質と DNA の相互作用は、タンパク質が DNA に結合する際に発生し、多くの場合、DNA の生物学的機能、通常は遺伝子発現を調節する。転写因子は、DNA モチーフ及びヒストンに結合することにより、遺伝子発現を活性化または抑制する。また、 ウラシル DNA グリコシラーゼなどの DNA 修復を担うタンパク質は密接に相互作用する。一般的にタンパク質は思考で DNA に結合するが例外もある。DNA 結合タンパク質は標的部位を認識するために結合後に急速に再結合して自身の方向を修正する。特定の DNA 部位に結合する。 DNA 結合タンパク質の人工的な設計はバイオテクノロジーの重要な目標の一つである。これまで設計された配列特異性 DNA 結合タンパク質にはジンクフィンガータンパク質があり、ジンクフィンガーヌクレアーゼとして利用されている。また、ザントモナス細菌が様々な植物種に感染した時に3型分泌システムを介して分泌される天然タンパク質に基づいて、 転写活性化因子様エフェクターヌクレアーゼが作成された。DNA、タンパク質相互作用の検出方法には多くのインビトロ及びインビボ技術があり、現在使用されている方法の一部を以下に示す。タンパク質と DNA の相互作用は、干渉液の4強度、高分子の混雑、温度、pH、電状などの刺激を与えることで調節することができる。 これにより、タンパク質 DNA 複合体の可逆的な乖り、結合を得ることができる。DNA 結合タンパク質には、転写プロセスを調節するための転写因子、ポリメラーゼ、ヌクレアーゼ、ヒストンなどがある。DNA 結合タンパク質は、核酸への結合を促進する、ジンクフィンガー、ヘリックスターンヘリックス、ロイシンジッパーなどのドメインを有する場合がある。 転写活性化因子用エフェクターのような珍しい例もある。一食い的な DNA タンパク質相互作用のよく知られた例として DNA 結合性の構造タンパク質がある。染色体内では DNA は構造タンパク質との複合体によってクロマチンと呼ばれるコンパクトな構造で保持されている。真核生物ではこの構造には ヒストンと呼ばれる塩基性 DNA 結合タンパク質が含まれている。原核生物では複数のタンパク質が関与している。ヒストンはヌクレオソームと呼ばれる円盤状の複合体をヒストンの塩基性残器が DNA の酸性トーリン酸骨格にイオン結合することによって形成する。したがって塩基配列にはほとんど依存しない。ヒストンの塩基性アミノ酸残器は メチル化、リン酸化、あるいはアセチル化で、化学修飾されることが可能である。これらの化学変化は、DNA とヒストン間の相互作用の強さを変化させ、DNA を転写因子に結合可能にし、転写率を大きくあるいは小さく変化させる。クロマチンの他の非特異的、DNA 結合タンパク質には、屈曲、または歪んだ DNA に結合する。 高移動度タンパク質タンパク質がある。この HMG タンパク質は DNA に結合して、屈曲、ループさせることによりその機能を果たす。ヌクレオソームの配列を曲げて、染色体を形成させるのに重要である。DNA 結合タンパク質のグループには一本腐り、DNA と食い星 DNA 結合タンパク質がある。人では、複製タンパク質 A はこのファミリーの、 最もよく理解されているメンバーであり、DNA 複製、組み換え、DNA 修復など、二重螺旋が分離されるプロセスで使用されている。これらの結合タンパク質の役割は、一本腐り、DNA を安定化し、ステムループ形成の防止、またはヌクレアーゼによる分解からの保護であると予測されている。対照的に、その他のタンパク質は特定の DNA 配列に、 結合するように進化した。このうち、最も集中的に研究されているのが、多種多様な転写因子である。各種転写因子は、特定の DNA 配列のセットに結合し、その配列を有する、遺伝子の転写を活性化または阻害する。このプロセスには二通りあり、第一の方法は、直接、または、他の調節タンパク質を介して、RNA ポリメラーゼに結合し、 そのポリメラーゼがプロモーターに配置されることで転写を開始させる。あるいは第2の方法として転写因子はヒストンを収縮する酵素にプロモーターで結合する。これにより DNA のポリメラーゼへの結合の容易さが変わる。転写因子は標的 DNA をゲノム全体から取ることが可能であり、ある種の転写因子の活性の変化は何千もの、 遺伝子に影響を与える可能性がある。したがって、このようなタンパク質は多くの場合、環境の変化、または細胞の分化と発達に対する応答を制御するためのシグナル伝達プロセスにおいて調節を受ける。これらの転写因子の DNA との得意性は、タンパク質が DNA 塩基の末端に複数の相互作用をすることによりもたらされ、この相互作用のほとんどは、 塩基に対して最もアクセスしやすい重厚で行われる。配列特異性を考慮したタンパク質 DNA 結合及び異なるタイプのタンパク質の競合的及び協調的結合の数学的記述は通常、格子モデルによって行われている。ポストゲノム時代の豊富な配列データの活用による DNA 配列の結合特異性を特定する計算方法が提案されている。 ありがとうございます。